さあ、始まるざますよ。行くでガンス、ふんがー。おい、解説始めろよ。皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。解説の魔理沙だぜ。今回はガンダム開発計画の4番機の解説になります。ただ、今回はモビルスーツの解説以外の解説を少し行うので、話が逸れる場合があるけどご了承ください。本当に0083シリーズは様々な情報があって解説しがいがあるわよね。そうだな。ファーストとゼータガンダムの間には何があったのか。さらに、今後の宇宙世紀の話に関わることが多いからな。では、早速解説を始めたいと思います。ゆっくり見ていってね。今回解説するモビルスーツは、AGX-4、ガーベラ、テトラ、になります。このモビルスーツは開発経路などが特殊なので詳しく解説していくぜ。ガーベラ・テトラはもともとガンダム試作4号機として開発をされていたが、ガンダム試作1号機の空間戦闘装備と、コンセプトが重複する部分が多かったため、開発が中断されたんだぜ。なるほど。でも劇中に登場したということは、一応完成したんだよね。そうだぜ。ただこの辺からが問題で、開発が中断されていたガンダム試作4号機のフレームをもとに、アナハイム、エレクトロニクス社が独自に完成させるぜ。独自？あれ、連邦軍が主な取引先よね。ジオン広告ももうないし、独自に仕上げても意味がない気が。それがアナハイム、エレクトロニクス社の最大の問題点なんだよな。要は連邦軍と取引をしてモビルスーツの受注が得られても、敵対組織が少ない現状ではたくさん受注がもらえるかって点なんだぜ。いや一応軍備として配備はするから少しは売れるんでない？少ししか売れないと開発コストや生産コストが重荷になってしまい、儲けが出にくくなってしまうんだぜ。ああ、なるほどね。そして儲けが少ないなら連邦軍と敵対する組織に、強力なモビルスーツを販売などをしたら、連邦軍もより強力なモビルスーツを欲しがって、どんどん新型のモビルスーツを買ってくれればアナハイム、エレクトロニクス社も儲かるという図式だぜ。あれ？それって現代社会でやったらダメよね。現代社会でテロリストに武器などを販売したら企業として。宇宙世紀最大の問題点はそこなんだよな。大企業であるアナハイム、エレクトロニクス社が連邦軍組織、敵対組織、どちらにもモビルスーツなどを販売するんだぜ。いやいや、それじゃ販売会社自ら争いを作っていることになるわよ。火種は違うとしても戦争の長期化、拡大などは完全に、アナハイム、エレクトロニクス社が絡んでいるだろうな。で、このガーベラテトラもアナハイム、エレクトロニクス社と裏取引をしたデラーズフリートの、シーマ艦隊へと譲渡されるぜ。もちろん見た目もジオン系モビルスーツにして偽装しているぜ。いやいや、それまずいでしょ。アナハイム、エレクトロニクス社倒産待ったなし。40年後も普通に残っているんだよな。嘘？よね。というか0083以降の紛争などって必ずアナハイム、エレクトロニクス社が絡んでいるからな。ちょっと待って。もしかして宇宙世紀最大の敵って、連邦軍でもジオン軍でもないんじゃ。まあ、この解説動画が続けばどんどんその辺が分かってくると思うぜ。誰かアナハイム、エレクトロニクス社を倒して、これ以上被害者が出る前に。無理なんだよな。そんなぁ。で、もちろんガーベラテトラはものすごく強力なモビルスーツなんだぜ。兵装を解説すると、専用大型ビームマシンガン、110mm 機関砲、4門、ビームサーベルになるぜ。さらに通常でも推進力がかなり高いが、専用のシュツルム、ブースターを装備するとなんと、総推進力がなんと、316トンになるぜ。これモビルスーツなんだよね。それはさすがにおかしいって。
当時も言われていたが、もうなんというか数字のインフレがひどいよな。もちろん一般人には到底扱えないモビルスーツとなっているが、パイロットのシーマ様は普通に扱っていたしな。それはほら、シーマ様がすごいってことで。お、そうだな。だから劇中でもガンダム試作3号機相手に一方的に攻撃していたしな。でも、近づきすぎてさらに油断したから。帰る場所もなくなってしまって冷静さを失っていたしな。そういった意味では少し不遇なモビルスーツだったな。劇中で登場したのも最終話だしね。ただ、見た目とインパクトでかなり人気の、モビルスーツであることには間違いないと思うぜ。そうね。有名だし、いろんなゲームなどにも登場するしね。偽装したモビルスーツは今後も登場するので、アナハイム、エレクトロニクス社のヤバさとそれに利用される組織が今後の、宇宙世紀の見どころなのでぜひ楽しみに待っていてくれよな。本当に誰かアナハイム、エレクトロニクス社を倒してくれないかしら。第10回いかがでしたか？バリエーション、的には2つあるけど、ご要望が多かった場合追加で制作する予定だぜ。申し訳ございません。実家の倉庫から発掘できませんでした。なので豚貯金箱がいっぱいになり次第フィギュアを購入する予定です。で、とりあえず今回で00883に登場したモビルスーツは終わりになります。意外と早かったと思ったけどもう第10回なんだよな。じゃ、今回で最終回。いや、以前にも言ったが次回に登場するモビルスーツで、00883解説が一旦終わるぜ。なんでなのかな、黒いジムカスタムにしか見えないけど。次回も今回と同様にモビルスーツ解説よりは、政治的な背景の解説になるかもしれないぜ。それじゃタイトル詐欺。って言われるわよ。でも多分その辺を解説しないと今後のモビルスーツ解説で意味わかんねえよってなってしまうので、少し詳しく次回解説して00883を完結させたいと思うぜ。では次回はモビルスーツ解説とそのモビルスーツが所属する軍閥組織に関しても少し触れるので、お楽しみにお待ちください。また次回会おうな。では、ゆっくり解説次回。地球至上主義。君は、時の涙を見る。